ようやくすべてのパーツが揃いました。いやー長かった。先ほどもちょっと書きましたけど、50時間以上かかりました。労力的にはそうかかってないんですけど、さすがにこの量をやるのは初めてだったんで、結構大変でした。M10 のナットも大量に買いました。あとは全部 3D プリンターで印刷しました。これだけの数を作ったにしては、不良品も10個ぐらいしかなくて、結構ぶどまりは良かったです。それでは組み立てていきたいと思います。すごい単純作業なんですけど、 M10 のナットをこのくぼみにはめていきます。はめたらこれで蓋をします。これで完成です。全部組み終わりました。組むだけで小1時間かかりました。まあ当たり前ですね。136個もあるんで結構大変でしたけど完成しました。これ重さはこのプラスチックの PLA が 4.5g で、 M10 のナットがだいたい 11g ですんで、合計で 15.5g です。市販の麻雀牌がだいたい 16g ぐらいなんで、重量に関しては市販品とほぼ一緒ぐらいだと思います。あと大きさもほとんど市販品と同じ大きさにしました。ただ一つ M10 のナットが入っている六角の寸法がちょっと大きくて、ちょっと振るとこうやって音がしちゃうんで、これがちょっと失敗したなと思いました。もうちょっとキツキツに作っとけば音は鳴らなかったと思います。まあこういう失敗もあるんですけど、まあこれは致命的ではないので、まあちょっと諦めます。あとこの表面以外の周りの部分なんですけど、やっぱりこの 3D プリンターの積層痕とか、この表面の微妙な形状のあれとかで、めちゃくちゃ観察力のある人なら、灰の中身が分かってしまうかもしれないんですけど、まあ普通の人だったら、ほとんど分からないと思います。
麻雀牌と剣棒を入れるケースも作りました。相変わらずケースがちょっと高くて、ケースだけで300円ぐらいかかっちゃってるんですけど、こういう風にきっちりバッチリぴったりのサイズで作れるんで、やっぱり 3D プリンターで作りました。この剣棒が嫌に面積食っちゃって、結構ケースがギリギリになっちゃったんですけど、なんとか入ります。バッチリです。